謎の崩落事故か。近頃その手の事件事故が多すぎるとは思わんか。そう嫌な顔しなさんな。え、長い付き合いだろ。はい、根室さん言ったはずです。俺はもう新聞社を辞めたんです。だったら辞めたはずのお前さんが一体何を探ってるんだ。お前も気づいてるはずだ。俺たちの目を真実から背けようとする何か巨大な力を。どこまで掴んだ。政府絡みの陰謀か、それとも。迷惑です。これ以上俺につきまとわないでください。お兄ちゃん。はい。ありがとう。早く早く。いくよ。コードネームはウルトラマン。今後巨人をウルトラマンと呼称する。どう、名付け親になったご気分は。名付け親だなんて、ただ無意識にその名前が浮かんだだけです。見たまえ。顧問隊のチェスターアルファが捉えたメタフィールド内の映像だ。メタフィールド。一割単位。はい。メタフィールドは位相の終局によって生じる不連続時空間の結界で、巨人が、あ、いや、ウルトラマンが作り出す一種の戦闘用悪空間です。僕は見ました。戦闘による被害を最小限に食い止めるため、彼はビーストをその空間に引き込んだんです。ウルトラマンは人類の味方です。飛躍しすぎよ。奴は自分にとって有利な戦闘用悪空間に敵を誘い込んだだけ。それだけでしょうか。それだけよ。なら何のために彼はビーストと戦うんです。危険を冒してまで。捕食のためかも。ビーストが人間を食らうのと同様にね。危険な目は今のうち排除すべきよ。僕は彼に助けられたんです。二度も。顧問隊員、前にも言ったが、ウルトラマンは未知の存在だ。あの力がいつ人類の脅威にならんとも限らん。
安易に判断するのは危険だ。副隊長、副隊長はなぜウルトラマンを憎むんです？憎む？はい、僕にはそう見えます。私が冷静な判断を失ってるとでも？副隊長ももしかして彼がウルトラマンだと？僕たちが目撃したあの人物です。副隊長は彼について何か知ってるんですね。だから聞いてみたら。ゾウ！チェスターアルファ、チェスターベータ、チェスターガンマ、prepare for takeoff。Gate number one opening in 30 seconds。セーフティーロックチェック。オプティカムフラージュ、システムエネボ。グランドエクイプメント、システムグリーン、オールシステムグリーン、ドンチェスター、テイクオフ。夜間ではないのでミッションエリアの封鎖を5キロに拡大し徹底してください。特に上空の航空管制を強化。申し訳ありません、崖崩れでこの先通行止めです。タクシーが1台この道を行ったはずなんですが。いいえ、1台も通ってません。すぐ引き返してください。見失ったか。
戻ってください。はい。すみません。この先崖崩れがあり通行止めです。通りませんので戻っていただけますか。申し訳ありません。あ、開けろ。の信号か。やっぱり来たね。
トルアビリティ6000から8000、以前より確実に強くなってる。ウルトラマン、一部作戦を変更します。チェスター、ベータ、ガンマーは予定通りビーストを攻撃。了解。了解。チェスター、アルファはウルトラマンを攻撃してください。なんだって。了解。ウルトラマンを攻撃します。ベータ、ガンマ、右5度、アルファ、左45度より侵入し攻撃。了解。了解。待ってください。隊長、攻撃をやめてください。ウルトラマンは味方です。だからだよ。消えた。付近にまだウルトラマンの振動波を感知しています。チェスター、ベータ、ガンマーはビーストの捜索。了解。了解。チェスター、アルファは着陸して振動波を追跡してください。彼を撃つ気ですか？近い。止まりなさい。やはりウルトラマン。副隊長、やめてください。撃ったらダメです。どいて。いえ、どきません。
彼がウルトラマンだったんですね。姫や、俺たちの見えないところで何が起きてるんだ。お前は何を追ってるんだ。あの物体に触れた時、彼の感情が僕の中に流れ込んできたんです。彼がビースト。